よっしゃ、終わった1ヶ月、1ヶ月終わってるの1週間だ。大げさやな。なんぼ年取ってるそんなすぐ1週間、1ヶ月経たへん。うわうまそう。あなた日に弱いから、ちんぽくんね。やべえのができた。やべえのができました。はい、ほら、田んぼ！田んぼが魚の餌やって、やりさまりだした。バカな、いつ何してんだよ。田んぼ、お前。何してんの、お前。田んぼ！これに分かってるぞ。クソ。ビール飲もう。今日はビール飲もう。生ビール飲もう。いいでしょう。あ、はいどうも、こちらの京華でございます。お疲れ様でございます。月曜日ですね、皆さん。というわけで日曜日のパテモソが月曜日の夜をお届けさせていただいておりますけども、本日のあては先ほど見せましたティキン、手羽先3本、手羽元3本、塩コショウをたっぷりとしてグリル、私は IH クッキングヒーターなんですけど、グリルで、中火8分、強火4分で、このような見事な仕上がりになります。はい、グリルプレートは1000円ぐらい、動画詳細欄に載ってます。ジョッキ生、これ冷蔵庫で冷やした飲みが、これも普通に開けるだけでよかったね、確かな。いきます。今日はビール飲ませていただきます。いった。あっ、そんなことある、そんな滑る、そんな、お前一週間仕事頑張ったやつにやる周知かよ、これがビールよ。頼むわ、ほんまに。もう1週間頑張ってやん、もう1週間頑張ってやん、もうほんまに。泡はいかに出てますか。というわけで乾杯。あー、うまいな。スーパードライだそうです。サンボが魚見に行っとんな。こら、サンボ、あいつほんま調子乗り出したな。外出してやったと思ったら、よいしょ。はあ、今日はこれバイオハザード3周目クリアしたんでね、4周目やるかな、ちょっとそれは分かりませんけど、いただきます。うまっ、ほんまに表面カリ、中ジューシー。うん、ね、明日歯医者行かなあかんな。朝一に耐えた歯医者。明日より月曜日ですけどね。うん、こんな感じです。こら、もうお前帰るか。ハンバー、俺がこれ芝生殺すぞ。ミラちゃんも入ってもまかん。お前ほんまろくなことせえへんかとか。今日も終わりや、外出するやバカ。ほんま外出修理、あいつら言うこと聞かないとね。そういうことですよ。ほんとね、でもね、私今日ね、まあ、日曜日なんですけど、まあね、あの今日ね、趣味のね、こんな田舎、趣味の嘘じゃなかなかいないんですよ、私みたいに気違いみたいな人間はね。昔のこんな遊び集めてるやつとかね、出会った全身入れ墨だらけの、あの、まあ、前から知ってる子なんですけど、
喋ってたら、その子もおもちゃ集めてたり、ヴィンテージ、その子はね、外国のやつ集めてたりとかね、という子で、ソフビとかも、昔はあのドラゴンボールとかワンピースのソフビを買ってた、フィギュア買ってたみたいだけど、そういうの全部処分して、もう海外問題、ヴィンテージとかにも含めてね。で、服も、服好き、アクセサリー好き、あとね、ちょっと結構いろいろ共通点だ、エヴァが好き、うん、アメリカンの雑貨とかも好きみたい、うち結構あるんですよ。で、ね、でもあったけど、使わないのが結構あるし、引っ越ししてこっち持ってこなあかんし、でももう飾らんとか使わんからいる言うて、で、レッドウィングのちょっと昔のエンジニアブーツ、足のサイズ逆にしちゃったんで、でも俺私全然手入れないから皮も硬くなってるし、カビも生えてるしから、まあ、オイル掃除してオイル塗って柔らかくして履いていくので、欲しいって言ったかな、これをあげると。でアメリカのラスベガスのカジノのプレイボーイのスロット、プレイボーイのあのお酒、まあ昔から見てる人はうちにあの知ってると思うんですけど、プレイボーイのスロットの上の電飾、電気ちゃんとスイッチって火がつきますよ、それあげる、それもあげるし、で、最近全然はめてないこのタイプ、旧ソ連のあの懐中時計改造してある時計一個で、あかん、何が出るかって、あ、卓上ライター、昔の100年ぐらい前のやつ、タバコ吸うって言ったからさ、タバコ代替いるって言って集めてきたけど使わへんからって、うん、ローソンとか何やったっけ、一番古いやつどこにあったって忘れた、スイスのねライターあるんですよ、それしかも1980年代、1800年代後半から1900年代前半のライター、うん、周りは大理石でいてますよ、うん、それ愛用です、何やったかな、結構昔に、YouTube する前ね、昔家とか実家とかでね、応接間に卓上ライターあって、ゴージャスなガラスに、周りがガラスの細工されてるやつと、うん、ああいうの思い出して、海外にもあるやな思って、海外の昔のやつを、うん、集めてたなって、それも5、6個あるんで、それもあげると、あれ何あげる言ったかな、あれも使わへんしな、まあいろいろあげるって言ってね、そうですかって、じゃあ僕もなんかあの海外の
おもちゃで、あのいらないのあったらあげますって言って、いやもうでも気にしなくていいよと思う、気使ってくれるんやったらもういいよって言ったの。今別に俺はいらんし、欲しいと思ってくれる人が使ってくれたらいいから、ほんまにいらんから、いらんからってもう置けへんから、引っ越してきたからね。気にしないでよと。だって俺隣のおっちゃんにステレオ一式みたいなのもあげたしさ、スピーカーもいっぱいあげたし、でエアガンもあげたりとかしてるから、別にあげてるから私は結構人にあげるんで、あのその俺はもう断捨離のつもりであげてるし、打ったりとかするのも、うん、そんな値打ちないよ。綺麗にして売るのめんどくさいからね、そういうのは。うん、だからあげるだけやから金銭といてよって言ってんのに、一回帰ってね、ギズモのおもちゃとね、スターウォーズのね、アメリカのね、祝い品のね、コップくれたの。嬉しいよね、そういうね、そういう気持ちが。うん、俺まだあげてないのに、嘘言うかもしれない、言ってるだけかもしれないよね。うん、ね、今度来たら渡すと、だから明日明後日ぐらいに取りに行ってこうと思ってんよ、それはね。あの今度来た時にね、一緒にマンダラケ行かへんか誘おうと思います。うん、と一緒に真ん中だけ行ったら楽しそうやな、その子。なかなかね、そんなね、あの海外のソフビとかそういう人形フィギュアとか売るね店をねしようかとちょっと思ってたことがあったぐらい、買いあさってやこう価値は分かるしって言ってたから、外国のそういうもんやったね。うん、面白そうやん。私あんまり海外だったら興味ないんやけど、うん、一緒に行くだけで面白いと思ってた、そういうこと。あのプライベートな、プライベートで俺がやっぱりしてもそれってこと知らんから、その子は動画回すかどうか分からんけど、うん、ね、それがね、その今日もわりに1時間ちょっとぐらい喋ってて、でバイバイって帰って、奥さんがご飯作ってて、で俺と喋ってたいうことを言ったら、ええー、って奥さんがちょっとこれとこれあげてきて言って言ったらしいのよ。近所やから、うん、うん、で奥さん言われて持ってきました。いいよね、嬉しいよね。この歯さえちゃんとしてれば、そう明日歯医者に行ってくる、詰め物。うん、いやここに来てからね、隣のおっちゃんもラジコン、幅切れやけ出してから、いやだ、いろいろね、趣味がね、ラジコンの戦車買おうかなってちょっと思ってたのもあったから、うん、教えてもらうし、飛行機もやってたっつからね、教えてもらうしさ、その入れ墨だらけの子もね、おもちゃとか、うん、そのありがとうございます、消していただき忘れてました、ありがとうございます。詳しいしさ、面白くないぞ、ほんとここでの生活は。うん、ほんとね、多分この感覚も
もう家から、もう家のしがらみから解き放たれ、俺は俺という一パテもその人生を送れるようになったからさ、自分でやっぱいろんな人と交流するようになるやん。もう前から交流してないけど、まあまあしてる方やと思うけど、でもやっぱり新しい土地に来てね、自分で作るコミュニティやから、そういうもんね、積極的に交流していくわけや。だってこっから先の俺の人生に一番関わる人らかもしれんしね、人たちかもしれないから。まあでも割に私ね、新しい土地行くの好きなんだよ。もともとから2、3年で土地引っ越ししてた人間なんで、うん、そう考えるとまあ普通だけど、家をね、こう建てるっていうことは、それはもう腰を据えるわけですから、やっぱもう今までとはまた違うね、うん、ほんとうまいよこれ。ちょっとずつそういうね、マニアックな人間だとね、人間たちとね交流していてね、仲良くねなっていきたいななんてね思ってます。結構いるだったもん、そういう人。うん、なんか本当引っ越してきて楽しいことが多い、人間関係も含めて。うん、でもあのこと本当マンダラゲーとか行ってみたいな。見た目はエグいぐらい墨入ってますけどね、もう首なりもうねえ、頭なり、うん、腕全部とか、うん、でも多分俺そういう人間の方々の方が相性いいんやと思うよ、うん、俺自体がもう頭いかれてますからね、うん、その子が言ってたのがね、プレデターか、プレデター、うん、かなんかの人狼が欲しくて、当時のやつ、あ、じゃあ、ジョーカーね、バットマンの、それをね、剥がしてて、ショップをね、たまたまヨット売ってたんですって、で、それがね、6万円だったんですって。やっと探し求めていたこのジョーカー見つけたけど3万しかないかとなった時に、まあ、その方結婚されてて、ね、奥さんに、奥さんもね結構ねチャキチャキのね奥さんなんですけど、言い方なんですけど、知ってるんですけどね、知ってるってことは知らないよね、うん、お見かけはしたことあるんですけど、そんだけ探しててやっと見つけたんやったら私が買ってやんよ、奥さんがその6万円の、ね、フィギュアとかソフビカシアとかフィギュアをね旦那さんに買ってあげたんやって、素敵やー、うーん、そんなことしてくれる人いんやん、6万円だぜ、6000円だとしてくれるかもしれない、6万円
あんたがそんなに探してたもんが今見つかったならそれは運命だよ。あたりが買ってやんよみたいな感じでしょ。ちょっと姉御肌のね、女性っぽいんで、うん、素敵ですよね、ほんと、うん、お子さんもいらっしゃらないので、別にお子さんいらないそうなんですよ。まあ、30代半ばから後半、半ばぐらいの子かな。うん。うん。ワンちゃん飼ってられまして。でもマンだらけとか一緒に行ける彼女の奥さんがいれば、ジャンルは違いだ。離婚せえわ。理想はしょこさんみたいな子かもしれないな、そうですね。オタクチックな。うん、俺の夢は彼女とかもしくは奥さん、マンだらけデートです。お宅の方、俺の第二ボタン余ってますんで、よかったら奪いに来てください。まあ、とりあえず22本しゃべったらまあまあやったな、ビールも飲んだよ。で、今回はこの辺で終わりたいと思います。ああ、歯に詰まる。あとは歯が、詰め物がね、うんと、年間何回取れるんですかって話ですけどね。仕方ない。明日埋めてきます。というわけで、今日までございました。皆様、週の一日お疲れ様でございました。ゆっくりとお休みくださいませ。ほな。